と待って、一回見るね。うん、あー面白い。7多いですね。25も多い。なんで、あ、最後だからかな。6 21も色が可愛いからでしょ。みんな最下位はなんと16でした。16かわいそう。これ色じゃない？そんなことないか。はい、ありがとうございました。どう、みんなやりたい投票ある？16かわいそうって何？みんな私16好きですよ。16だって昔私登場番号、登籍番号、なんだっけ、あ、出席番号だ。はい、アニメか漫画か、それありだ。年齢層、アニメか登場番号。みんなやめて。トースケ誰？トースケ、あー、トースケ番号やめて、ほんとに。あー面白い。トースケ誰だよ。たかしの次はトースケ。あー面白すぎ。誰だよトウスケって。本当にまた男増えて無理。また新しい。たかしとはもう何も関係ないです。たかしは昔の幼稚園で覚えてて、なんかよくわかんない人。また男の話してる、やばい。たかし、あっちゅん、トウスケ。やだー本当に。俺トウスケ。透析番号、たかし誰だよ。死ぬ。たかし、あっちゃん、透析、よくわかんないと思ってる。ごめんなさい本当に。男たくさんいるのね。たかし、フリー素材やばい。あっちゃんは男のいとこですよ。なんでもいいから透析飲みたい。新一か怪盗キットか。今日のショールも面白すぎ、恥ずかしい。あ、じゃあ皆さんこれ投与しましょう。みんなが少女漫画とかアニメとか、もうテレビとかでもいいんですけど、結ばれる方を好きになる派か、結ばれない方を好きになる派か、どっちでしょう。トウスケ誰？おすすめじゃない、幼馴染じゃないわ。私はちなみに結ばれない方が好き。ちょっと待って、25になっちゃってる。25投票になっちゃってる。1結ばれる、2結ばれない。むずいよね。いいよ、今までの人生の傾向でいいよ。今までの人生でどっちがみんなは好きだったか。ナータンは当て馬が好きですよ。そう、結ばれない子の方がね結構魅力的だったりするんですよね、意外と。結ばれない方っていうのは人です。結末も人生の傾向で。結ばれる方の方が好き？結ばれない儚さ分かる。これさ、昨日みたいに50-50になる奇跡ないかな。結ばれる方。そう、結ばれない方とね付き合いたいって思っちゃうね。いや、そっちみたいな、優しいじゃん、俺なら泣かせないのにみたいな、言われたいよ私だってってなる。おお、1 54.9 で、結ばれる方、2 45.1 で結ばれない方ということで、まあ皆さん結ばれる方がお好きということですね。惜しかった。そうなの、来ないでって思う。でもめっちゃそれはわかるかも。王道、置いてかれた花ちゃんは、それはそうということですね。やっぱハッピーエンド私も好き。私が欲しかったのはなんだっけ、
髪を切ったことに気づいてほしいみたいな。あ、そっちのハッピーエンドか、ごめんなさい。バックナンバーさんのハッピーエンドのことかと思った。うん、そう、シンプルにね。おすすめのあてうまくん、マイボスマイヒーローのやつはすごい、あてうますごい素敵だったな。最近で言ったらね、バックナンバーだと思った。それそれそれ、終電の時間でも好きな人の話でもなくてだ。ななみくんもありがとう。あと花沢類、花沢類さんもとてもお好きでした。お好きでした。ボス恋、高橋赤とお好きや。あ、そう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 。あ、ゆうやだ、久しぶり。まあ昨日ボス恋意外と懐かしい。去年とかだったっけ、冬、去年の冬とか。やばいよね、絶対たかしさん誰。そう、せめて髪に気づいて似合ってるよって言ってほしかった。最初からあなたの幸せしか願っていないから、たとえだぬぬだだだないとしてもちゃんと最後は。かわいあずみちゃん、今期ドラマって何するんですか。何してるの。私今期のドラマ何にも見てないわ。トランプ派か宇野派か、トウスケ、タカシ、うんぬくんぬ、どないね。歌いいよね、歌好き。私もめっちゃ、もうめっちゃ歌ばっかり歌っちゃう。プロミスシンデレラ、東京リベンジャー、俺も見てない。うっとりするとこやった。あかんちゃん何があるんだろう。東京 EM、 あー、それママ見てる。彼女は綺麗だった、ボイス、ボイスって今やってるんですか。 MER、 ママとお姉ちゃんが見てる。ジーコ嬉しい。なんだっけ、なんだっけ、ボス、あの、なんだっけ、彼女は綺麗だった。でんて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 ん。ボイス2やってんの、え、見たい。ボイス1めっちゃ怖かったし、すげ、すっごい好きだった。分かっていても全部見たよ。家族募集中ということ。ボイス2、家族募集中っていうドラマがあるんですか。家族募集中ドラマ、あ、ほんとだ。ボイスめっちゃ怖いんだ。そう、ボイスめっちゃ怖かった。私1話めっちゃ怖かった。絶対レイドも、あ、ほんとだ、家族募集します。面白そう。どんな話なの、見よ。対象乙女、何、ボイスは洗濯機の 中に隠れるやつ、めっちゃあれやばかった。私もめちゃくちゃあれ怖くてやばかった。ボイス2やってんの知らなかったんだけど。された側のブルー、あ、なんか聞いたことある。こんばんは、こんばんは。対象乙女、おとぎ話、 MER、 ナイトドクター、ジョーの教室。そう、ハラハラする。絶対レイドめっちゃ好きでした。愛を止めて僕から逃げて、ただ何々してないだけってドラマやばい。何何、恋フェチか、何フェチ、何フェチだ。なぎさ、あ、匂いフェチか。大森美優さんが渚の声が好き。本当ですか。私劇場行ってました。ボイス韓流でリメイク、それ見たよ。声フェチか匂いフェチか、いいな。そう、渚は手フェチです。自分の手が短くてちっちゃいので手フェチです。
すごいね、長くて細長い人見るとね、すごい、はあ、いい手って思います。一番先に手を見ちゃうもんね、人の。 ASMR、 こんにちは。ズルズル、こんな気持ち二度とないでしょう。そう、いおりの手いいよね。ただ離婚してないだけってドラマ。ちぎりパンみたいな手の人好き。私かな。声フェチ本当。手引き伸ばしてきます。やだ。細く手をと七指先にが好きです。定期的に出てくるコンチャのファンやめてよ。明日お誕生日おめでとう。手なんかキュンってするよね。クリームパン、細くて長い指いいの。そういやさ、そういやさ、ちゃん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 、ここのね、これができない。白目ができないことが判明したんだよ最近。でもこれしたらなんかスクショされそうだからやめよう。スムージー溶けちゃうよ。すごいお腹が鳴りました今。恥ずかしい。あ、じゃあ、でもこれしちゃいけないからやめよう。やめました。嘘、握手するたび可愛いなって思ってた。本当、スクショ警戒です。たまに歌ってくれるの嬉しい。やった。ハメのスクショいっぱいあるから大丈夫。どこが大丈夫やん。今日の TikTok すごい好き。やった。もう一回見よう。孤独のグルメは見てます。めちゃくちゃ。またみんな好きって言ってくれるの嬉しい。明日ショールームできるかな。できます。明日はメイクをしてます。メインピー歌おうかな。急だけど。なんかさ、このクッションさ、今クッションに乗ってるんですけど、このクッション変な音するから嫌。今日の TikTok 可愛かった。やった。シークテンが出ないです、絶対に 100%。 ちょっとうまく歌えなかった、本当にごめんなさい。言い訳。言い訳。あれにしないでねって。うん。
してる。どうして？